だ勝利がありません。今日のゲームはどのようになっていくんでしょうか。両チームの選手が姿を現しました。画面の左、水色のユニフォームがホームの FC 大阪。復調のきっかけとなる勝ち点3をつかむことはできるんでしょうか。今キックオフされました。前半の45分は相模原ボールでキックオフされていきます。ここは変化をつけてきました。三馬から島田、ヘッド弾いた。右手で今グッと親指を上げて、いいクロスだったと三馬を褒めました。島田です。3番のウサンホ、さあ絶好の位置、先制点なるか FC 大阪。ウサンホ直接決まった。鮮やかな放物線、ゴールに吸い込まれていきました。ウサンホの J 初ゴール、 FC 大阪先制。前半の31分、志垣監督と抱き合ったウサンホ、いきました。ゴールの右隅、外からここまでシュート1本ですが、時間帯を作ったところもありました。さあここから同点に追いつけるか。若林からデュークに預ける。デューク前を向く、どうするか。デュークの左足、枠を捉えることはできませんでした。一方の FC 大阪が今日もホームで勝ち時を上げることができるか。さあ後半の45分キックオフです。左から右に向かって攻める水色のFC 大阪の守護神が守るか。相模原同点に追いつくか。安藤だ、これは枠を捉えませんでした。今シーズン何度も見せている永井が FC 大阪のゴールを守っています。さあその永井の待つゴールをこじ開けられるか。相模原シュート、ヘディングは藤沼。ファーサイドで選手が一人手を挙げています。こう使う今村のところ、タチノだ。さあタチノどうするか、浮かせてヘディング、ポスト弾いた。相模原守りました。ゾーンとマンツー併用させて守る相模原。ファーサイドだ、ダイレクト、タチノのダイレクトシュート、わずかにゴールの右を抜けていきました。 J 初ゴールとなりました、タチノ俊介です。19番の国広、クロスが上がる、永井が直接キャッチする。ここで永井ホイッスルが鳴りました。 FC 大阪これで6試合連続負け。